今回は見た目豚の角煮のような豆腐とチンゲン菜のオイスターソース煮の作り方を紹介します。チンゲン菜は海鮮の姿煮やアワビの煮込み、トンポーロ、豚の角煮などの高級料理を引き立てる最高の脇役です。鮮やかな色、シャキッとした食感、肉厚でジューシーなチンゲン菜は旨味を吸って煮込み料理のタレと絡まり存在感を発揮します。しかし上手に調理しないと色抜けしてべちゃっとした食感や水っぽくなり美味しくありません。そこで脇役のチンゲン菜も美味しく調理する作り方を高級食材ではなく手軽に作れるように豆腐で説明します。味がしっかりと染みているのでご飯のおかずとしてもバッチリで肉よりもヘルシーです。さらにおまけで同じように作れるアワビの煮込み風の作り方も。それでは作っていきましょう。まずは豆腐を用意します。豆腐は前もってキッチンペーパーなどで水分を押さえておいてください。後で揚げるので水分が多いと危ないからしっかり水切りをしてから調理しましょう。豆腐はまず十字に切り込みを入れます。それを12等分にカットしていきます。それを1枚ずつ皿などに並べておきます。チンゲン菜は小松菜の時に紹介した50度洗いをしておくと新鮮でみずみずしくなります。まずは葉の上の方をカットし、茎と切り分け、底の部分をカットします。外側の大きめの部分2枚はそのまま外して、茎を縦に8等分に切り分けます。さらにこのままだと長いので葉の部分をカットします。真ん中の芯の部分は硬い場合があるのでカットしておきます。外側の大きめの部分も食べやすい大きさにカットします。カットしたら少し水につけておきます。根元の部分にはまだ汚れが残っていないか確認し、もう一度洗っておくといいです。生姜は四角にスライスしておきます。材料は豆腐1丁、チンゲン菜1株は葉と茎に分けておく、生姜スライス 5g です。鍋の油を170度くらいに温め、豆腐を揚げていきます。しっかりと水切りができているか確認してから油に入れます。豆腐は鍋の縁から滑らせるように入れると危なくないです。高温の油で豆腐の表面をしっかりと固めていき、豆腐が崩れないようにしていきます。豆腐を全部入れたら中火でじっくりと揚げていきます。鍋底にくっつかないように鍋を揺らしていきます。揚げ時間の目安は全体で5分くらいです。こんがりとした色になったら豆腐を引き上げます。しばらく油を切ります。
鍋に揚げ油を小さじ1くらい残しておき、生姜を炒めます。生姜の香りをしっかりと引き出すように炒めていきます。生姜のいい香りがしてきたら、紹興酒または酒を大さじ1入れます。醤油も大さじ1入れます。鍋に直で入れることで酒と醤油の香りが引き出されます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 180cc 入れます。砂糖を小さじ1入れます。お好みで味の素をちょうど入れてもいいです。オイスターソースを大さじ 1.5 入れます。豆腐を入れ煮ていきます。中国醤油を少量入れます。中国醤油を入れると色と風味が良くなります。ここから弱火にしてじっくり煮ていきます。煮る目安は3分くらいです。水溶き片栗粉を用意します。片栗粉大さじ1と水大さじ1を合わせます。しっかりと水で溶いておきます。水溶き片栗粉を入れる前は火を止めます。鍋を傾け、汁を手前に寄せたら、その部分に水溶き片栗粉を大さじ2分の1入れます。鍋を薄く型まで混ぜます。加熱し、とろみをつけていきます。最後に香り付けのごま油を少量入れます。次にチンゲン菜を沸騰したお湯で入れます。重曹をスプーン1杯入れます。塩も同じように入れます。油を大さじ1くらい入れます。チンゲン菜の茎の部分を入れ、茹でていきます。重曹と塩を入れることで色を鮮やかにしてアク抜きをすることができます。油を入れることでチンゲン菜の表面をコーティングして、旨味や中の水分を抑えてくれます。葉も入れて茹でていきます。大体茹で時間は全体で1分半くらいがいいでしょう。2分以上茹でてしまうと腰抜けでべちゃべちゃになるので、茹ですぎには注意です。
茹だったらしっかりと水切りをしておきます。茹でたチンゲン菜を炒めていきます。鍋にしっかりと油をなじませます。少量の油を残してチンゲン菜を炒めます。塩コショウを少量入れます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 30cc くらい入れます。水溶き片栗粉でチンゲン菜にスープをコーティングするようにして合わせていきます。最後にあれば鶏油で風味をつけます。ザルで余分な水分を切っておきます。チンゲン菜の茎を皿に円を描くように並べ、真ん中に余った葉の部分を引き詰めておきます。その上に豆腐の煮たものを乗せていきます。煮たタレがチンゲン菜に絡んで美味しくなるので残さずにかけていきましょう。これで見た目角煮のような豆腐とチンゲン菜のオイスターソース煮の完成です。もう一つエリンギを使えば同じようにアワビの煮込み風も作れるのでお試しください。詳しいレシピと作り方はブログにも書いていますので、そちらを確認してみてください。ブログのリンクは概要欄に貼っておきます。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。